アベノハルカスの17階にオフィスワーカーや地域の方々の交流の場としてソラノスが7月20日にオープンいたしました。ソラノスは人々の創造性の巣でありたいという思いから名付けられ、3つのゾーンで構成されています。交流ゾーンは椅子や机をご用意し、待ち合わせや打ち合わせ、ワークショップなどができるほか、高さ6メートルの大型 LED ビジョンを活用してセミナーなどの場としても利用可能です。ワークゾーンはオンライン会議や集中した作業に最適な個室型のワークブースに加え、ソファーやテーブルなども設置し、さまざまなワークスタイルに対応いたします。リフレッシュゾーンは眺望や四季を感じる香りの演出に含まれ、気分転換の場としてお過ごしいただけます。また施設中央にあるソラノスツリーのサイネージでは、不動産や旅行のオンライン相談サービスを体験できるほか、近鉄沿線の観光スポットを紹介する YouTube 動画もご視聴いただけます。アベノハルカスにはですね、今までその打ち合わせや待ち合わせをするといったこの施設がなかったものなので、そこを整備することでアベノハルカスの魅力をまた向上できたらなという思いで整備いたしました。どなたでも気軽に立ち寄っていただけるような場になればなというふうに思っております。また交流ゾーンなどもありますので、そこで人々がこう交流してですね、創造性の卵のようなものがこうどんどん生まれていって、新しい場所にまた旅立っていくような形になればいいなというふうに考えております。